クリコ県は、チリ中部にある、マウレ州の4つの県のうちの一つである。県とは、クリコ市。県は、コルチャグア県とタルカ県の間に位置し、太平洋からアルゼンチンへの国境まで及んでいる。面積は、7280.9平方キロメートル。2002年国勢調査によれば、人口は24万4053人。県であるクリコは、 第2級行政区画であり、大統領によって任命される知事が政治を行っている。県は各自治体の市長と議会により政治が行われる旧の小村から構成される。クリコ県、森名県名はピクンチ族の一つであるクリス、あるいは現代のクリコ周辺にあるまた北側の流れる中央共国のプロマウケに由来している。他の部族には、 北へ向かう定の川に沿っててぬ、南へ向かうロントウェ川に沿った、現在の森名コムーナのグアレも、また北側に沿った、サグラダ・ファミリア、パルクイブデ町の中心部、フアラネコムーナのラフェルタ、リカンテンコムーナのロラがある。川の北岸にも、ビチュ県という同盟のコムーナがある。県は、1865年に設立した。もともとは、コルチャグア県の一部であった。 1974年、アウグスト・ピノチェと政権中に、コナラによるチリの州改革のために、最近設立されたマウレ州内で作り変えられた。チリ中央峡国にある花嫁の滝クリコ県の東部と西部は山地になっており、越えたチリ中央峡国によって分断される。県とは、また北側にあるクリコで、サンティアゴの 194km 南に位置する。 県内の産地の一部は絶滅危惧種であるチリアシ、フバヤチレンシスが生息しており、その生息域の南端はマウレ州北部として一般に定義されている。過去にはこの固有種のチリアシは広大な生息域があった。以下は国立統計研究所の2002年国勢調査によるありがとうございます。